三菱とは、忍者が用いる道具の一つ。逃げる途中にばらまくことで追っ手に怪我を負わせる、またはそれを踏まないようにするために、追っ手の速度を落とさせる効果がある。三両、三とも表記される。鬼菱の慈悲姫菱の実も、ともとは水草である鬼菱や姫菱の実を乾かした、ものを使用した。菱の実、あるいは、それを模したものも三角錐の形状をしており、 基本的にどのように置かれても、差しが上を向くようになり、追っ手の足を傷つけるようにできている。木や竹から削り出したものもある。前近代の日本では、わら製のわらじの着用が、軍装においても一般的であったため、木質のものや、正四面体程度の頂天角のものであっても歩行を困難にすることができる。鉄製のものをイメージしがちだが、使い捨ての道具としては重く、かつ、 高価で持ち運びに不便であるため、個人の使用には向かない。第一、手で持てる量にも当然限度があり、逃亡の際に用いるには実用性が低く、そもそも決めておいた、逃亡用の道にあらかじめばらまいておき、使用者はすり足で走り抜け、それに気づかないおっては、踏んでしまうこと心理を利用した戦法が実用的である。岸の実を使用するものは天然騎士。 木製のものは厳し、鉄製のものは鉄菱と呼ばれる。持ち運びの際には竹筒に入れるのが一般的である。こうしておくと振り付け蹴るようにして敵の顔面に投げつけ武器として使うことも可能であった。西洋では一世紀頃からカルトロップと呼ばれる同様の道具があり、騎兵や戦像の突進を鈍らせるために使用された。中国にも赤座と呼ばれる道具がある。 アメリカ軍では編集が多数作られ、敵車両のタイヤの空気を効率よく抜くためパイプを加工したもの等が作られた。朝鮮戦争時にアメリカ軍が使用した。第二次世界大戦時にはドイツ軍が敵空軍基地を利用不能にするために空中散布できるようにした。ありがとうございます。